こんにちは。はい、こんにちは。ゆうゆうさんでいらっしゃいますね。はい。はい。ゆうゆうさんですね、まあ、東京会のトレーニングセミナーを受けられて、そして、お子様がかなり大きな改善を示したということは伺っておりますけども、はい、逆にですね、ゆうゆうさんご自身がお子さんの頃、子供の頃ですね、まあ、自閉症だったということを伺ってます。はい。その頃のことをですね、本当に思い出せる範囲で結構なんですけど、もちろん、はい、自分の子供の頃の状況ね、はい、まあ0歳、1歳、もう本当物心ついた最初の記憶から、その時どういうふうに世界がゆうさんにとって見えてたのか、どんなことを感じたのか、この世界から、あるいはいろんな親とかからですね、うん、それをちょっとお話しいただきたいんですね。一番最初にこう記憶があるのは何歳頃ですか？もうこれ遡ると1歳からあるんですけどね。いいです、全然いいです、全然いいです。体内とか過去生という人もいますからね、全然問題ないです。で、1歳の頃、はい、ね、最初の記憶はどんな記憶ですか？その頃の記憶がほとんど、うん、どう言ったらいいんだろう、うん、光がすごくて、ほう、で、音とか、うん、そういうのがこう皮膚と体、肉の間をこう新幹線が走るみたいにガーッと走っていく感じですね。はあ、まず眩しい、眩しい、世界が眩しい、うん、でも綺麗。へえ、どう言ったらいいんだろう、こう万華鏡ありますよね、はいはい、あれで太陽見た感じです。そんな風に見えるんですか、うん、世の中が。へえ、だから葉っぱとかも全てのものがとにかく綺麗で、へえ、なんて言ったらいいんだろう、こう光に目を奪われる感じですかね。目は疲れませんか？目も疲れるけど、やっぱ疲れはするけど綺麗、うん、なるほどね。で、こうあんまりこういう話しない方がいいんだけど、誰に教えられてもないんだけど神様がいるって分かって、書かれてましたね。正直な話、うんうん、今のこの地点にいる、私の地点いるところの地点に来た途端に距離を感じます神様との距離を感じます。あ、今のこの地点、昔の、そう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 、昔の頃 の自分はもっと神様と近かったと、近いところにいた。お、佐野に行って、うん、何度もこう行き来しているうちに、うん、だん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 距離が離れていって、で感覚過敏も薄れていく感じ。なるほどね。だからなんか情報が整備されていくわけじゃないけど、フィルターかかる感じですかね。うん、で、音がね、そんなにこう、うん、皮膚に食い込む、いや、皮膚に食い込むんじゃなくて、うんうん、こう体にこうぶつかる感じです、パンって。ああ、音がパン。へえ、それは大きな音じゃなくてもそうなんですか？かすかな音でも聞こえるんです。聞こえるんですか、うん、多分あの頃だったら犬笛聞こえてたかもしれないですよ。ああ、犬笛ね、超音波のね、うん、はい。で、冷蔵庫とかが怖くて。怖い、なぜ？なんか空気が分断されてるんです、あそこだけ。へえ、なんかそれを感じるんですよ、皮膚で。電磁波の関係かな、わかんないですけど、ね、で、とにかくその植物とか動物とか人間とかは、うん、なんか自分と一体になってるって感覚があったから大して興味なかったんですけど、なんか冷蔵庫とかテレビとかそういう人工のものだけは自分とは絶対に一体にならないもんだから、うん、なんでって感じで、それがすごく気になってしょうがなかった。だからその頃別に冷蔵庫好きでも何でもないのに冷蔵庫の絵描いてました。こうやって四角く。